にちは、都市徹子チャンネルです。今日は泥川温泉に行こうと思います。それでは出発。泥川温泉ってな、真夏でも晩はなんか長袖いるっていうような噂聞いて、世界遺産の地、天川村へようこそ。それ、あ、泥川って天川村だ。そうだ、そうだ。あ、そうなんだ。大人気だ。大人気になってしまったな。すごいな。ここは湯屋さんやな。歌舞伎屋さんも繁盛してるやん。前食べた歌舞伎屋さん。あ、おっちゃんおった。おっちゃん、悟空の格好してる。悟空の格好したおっちゃんおった。泥川温泉に到着しました。雰囲気が良くなってきてます。父ちゃんと散策に出かけようかなって思ってるんですが、先ほどからたびたびホラ貝を吹く音が聞こえてるんで、ほんまにホラ貝なのかなと思ってこちらの方に歩いてきました。現在7時です。晩の車内の温度がもう25度を切ってました。今ちょっと歩いてますが、半袖で少しひんやりしてますね。雰囲気がいいですね。こちらの泥川はあまりクーラーをつけてるお宅が少ないのかな。ホテルにもクーラーの室外機的なものを見ることはなかったので、そらこんだけ涼しかったらクーラーいらんか。ここ泥川は標高が800メートルぐらいなんですよね。だから平地に比べるとだいたい 5,6 度は涼しいと思います。龍泉寺さん、お参り子か。もうライトアップしてるから余計綺麗。あ、前も言ったかもしれんな、もみじグリーンも綺麗やねって。秋に来たらええんやろな。入れるわ、200万。はい、お願いを入れます。ここでいいねんな、うん、気持ちいいね、うん、気持ちいいし、ちゃんとお寺さんに行くっていうのも気持ちいいことやな。もうだいぶ雰囲気が昼間と違うで、うん、人歩いてないもん、うん、今、うん、多分旅館に泊まってはる人らはみんな今晩ご飯中やな。強いもんじゃない。お父ちゃん、なで石やってみ。持ち上げてみて。なでる、うん、あれ？ほんま？それほんま？え、さっき持ち上がったよ。あれ冗談ちゃうの。マジか？錯覚や、錯覚や。頭の脳の思ったちゃんなあかんとか、いろんなことを考えるんじゃん。ほんで思たいとか。上がらんぞ。朝のお寺気持ちええな。昨日暗かったから全然こんなところにこんな石があるって。あ、ホラ貝売ってる。ホラ貝なんてなんかこうかな。なんてたん、ここちゃうねん。ホラ貝なんだ。ああ、そういうこと。大峰山のだから、大峰山に行きはる人が行者の際やな。さっきホラ貝がずっと鳴ってたかってな、うん、多分あそこのお宿に泊まりはんねん、うん、でホラ貝を吹いてはって、うん、入り口で。どこもな、多分な、窓全開やから、うん、クーラーつけてないと思うよ。こんだけ涼しかったら、すっごい窓、窓どっこもここも全開やろ。これはいらんの。さっき見つけた
今週はスイーツですって書いてるお店入る？入るか。今言ってはったおすすめってどれでした？これです、リヴァイさん。あ、リヴァイさん、はい、だこれの、セットでホットコーヒーにしようかな。でお父ちゃんはあのかき氷のマンゴーで。はい、かき氷マンゴーで、はい、マンゴーの練乳がけですよね。練乳がけで、はい、はい、一生懸命撮りますよ。撮れた？いや、あまりちょっとわからないけどね。こっち、まあ座り、今お店の人に聞いたら一応晩はやってない、普段は、うん、で今はそのシェアキッチンっていうのでやってるって言ったな。イベント的にな。マンゴー練乳がけ、どうぞ。おいしい？うん、それはいるよ。うん、すごいふわふわ、おいしいな。めっちゃふわふわ、かき氷おいしい。そのあのジャリジャリした粒感が。今日は米粉のシフォンケーキを食べにやってまいりました。そんな止まらんでええから。で本日は17時からケーキ屋さんです。かき氷もあるようです。お父ちゃんはマンゴーの練乳がけ買いました。私はリヴァイザ、これでホットコーヒーでケーキセットを注文しました。はい、ありがとうございます。軽いね、うん、生クリームも、うん、あっさりしてて美味しい。これも美味しい、コーヒーもびっくり。またしたんでどうぞって、うん、向こうも待ってないけど。浴衣に行けたいね。なあ、だってもさっきと比べたら一気にお客さん増えたで、うん、皆さんドロガーいいところです。ぜひお越しください、ね、ごちそうさまでした。旅館の前に縁側みたいに椅子があるから、それでみんな座って、うわ川沿いやからこっち曲がった途端にもっと涼しいなったな。だいぶ涼しいな。だいぶ涼しいな。今日は初孫に乾杯。初孫に乾杯。いろいろあった一日やな。ほんまや。昨日我が家に初孫ができました。虎鉄が誕生しました。名前虎鉄にしてんのかなと思われる。いいやん、母子とも元気です。めっちゃ可愛い予定だな。可愛すぎるみたいな。可愛すぎる。長男は、嫁ちゃんはすごい、産んでくれてありがとう言って感動したって言ってたな。早かったな、でも陣痛来たからな。日付変わるかなとか思ったけど、そっくりやな。お宅の血筋やわ。みんなそっくりな顔してるもん。おじいさんといい、お父ちゃんといい、息子たちといい、小手作りといい、全員同じ顔してるわ。ここの温度今24度、車内24度やから外はもうちょっと涼しい。22度ぐらいか。うん、お父ちゃんが半袖で寒いって言ってる。私はちょうどいいな。10度台ではないよ。10度台ではないと思う。電気つけてても関係へんな、うん、私涼しすぎてけへんな。いやどうなんやろう。だってこんなに温度やったら川の生息温度。そうか、800m あるからちゃう、うん。今日はコテツくん誕生のお祝いですき焼きしましょう。宴会ね。今日は普段買わない黒毛和牛の高級品買ってきました。嫌われないようにしなきゃな、孫にな。嫌われない。あんまり行ったらあかんの。あんまり出しゃばったらあかんの。だから母方やろ、やっぱりおばあちゃんっていうのは言うても。違いだなあかんと思って。なんかそんなん言ったら寂しいよ。寂しいないって。来てくれたら来てくれ。寂しいやんか。だから来てくれたらラッキーぐらい見とかんと。そんな。来てからアクションしたらあかんって。突撃して行ったらあかんって。向こうから来てくれ。突撃してないよ。キャンピングカーは喜ぶと思うんで。あのバイクベッド、秘密基地感あって。だからそれを連れていくのにも責任あるしな。そんなん言ったらもうどこも連れて行かれへんやん。ジーコとバーコに。ついていきたいって言ってくれるようにならなかんねん。ちゃんなんか気使うかな。いや気使わへんけど、それだけは男って言うてるだけやな。
もう肉できてない、できてないって言うんやったら私食べる、できてるって、もうできてない、できてないって。私は肉かけなんで食べるで、な、バカかでね、ダバカかちゃいます、いけてますね、食べますで、うん、おいしいよ、ご飯食べようよ、ご飯、はい、はい、どうぞ、肉入れますよ、うん、これぐらいの量でね、いつもちょっと買いすぎんねんな、もう一個ちっちゃいメスにもいける、これやっぱりこれ、やっぱり、うん、すき焼きはこれやわ、ちょっと水多いな、うん、難しいなよ、こんだけ練習してんのに、なんでうまいことできない、センスないんじゃん、そうそれは分かってる、ご飯炊くこともセンスや、電気炊飯器使ったらええんじゃん、もうそろそろ次電気もし余裕あったら電気1号か、あれ1号だけ残ったらご飯な、うん、明日は電気でやってみる、やってみようか、でもいつも電気びちょびちょなんねんな、あれ、うん、ちょっと混ぜといて、よいしょ、ちょ混ぜてくれてんの、あんた、うん、なあ、私が用事してるときはちゃんと混ぜなさい、今日あれやったね、ちょっと私らあのここでちょっとぼーっとしすぎて、いやぼーっとね、あれをしに来てんねん、あれをしに来てるけど、前行ってよかった、亀京さん行けてないやん、ま、前行ったからね、どれ出したらええやん、え、これ見てください、見てくださいって、亀京さんの亀って書いたお茶碗の、前のも見てもらいの、今回も見てもらえのね、亀って書いてな、そうよ、何やった亀って書いてんの、 何、 あの、 何、ドラゴンボール、ドラゴンボールの、でさ、あれもう今日は閉めるからって、何や、これサービス、これサービスって、で払ったお金900円やってね、私缶ビールとで甘子じゃあください言って、で気づいたらなんか3つぐらいの、そうそうそう、なくれはって、で今日はもう私らが動き出したのが7時ぐらいやったから、もう閉まってた、通った時は空いててんけどな、通った時はもうちょっといっぱいやったな、亀清さん、でも泥があってすごい、奈良県民からしてもなかなかここは来ることないけど、ここでもあるやな、大仏商売ちゃうな、頑張ってはる、頑張ってな、うん、だってな、だいたい多分やで、私の感想の多分やで、一旦都会に出た人が、実家がこっちなんか、それは分かれへんけど、アイターンなんか U ターンなんか分かれへんけど、来てはる人多いもん、だからすごくこうおしゃれなお店も多いし、昔ながらのお店も多いし、今日見たやろ、あのホラ街のお店とかでもあったりするやん、あの提灯つらぐること自体もすごい、うん、すごいことやねん、なかなかああいうことはうまいこといかんねん、なんて言い張った、誰か来はってんな、ここに、で期間限定でやるって言って、でここの人らたちがみんな提灯を出してんけど、期間終わってもこの提灯は残してくれって言うはてんな、だってこの提灯の電気代を全部自分とこ持ち言うてた、あるの自分とこ持ちやで、それももうちょっと夕方になったぐらいから提灯電気つけて、多分今どうなんか分からへんけど10時ぐらいまではついてると思いますよって前の時も言ってはてんや、うん、それでインスタとかさ、うん、TikTok とかさ、まあ、それの時代のだから若い子が多い、多いな、うん、ほんま涼しい、都会から今ちょっとあの日使ってるから27度ぐらいに上がってきてる、それでも27か、うん、お父ちゃん外やから涼しいやろ、このカーの音がええねんな、前もさ、今日はちょっと水かさが少ないけど、前なんかさ、アマゴか分からへんけど、泳いでんの見えたやん。あれ、来たんがゴールデンウィーク明けか、そこらぐらいの時に来てるな、確かに。いいとこやな、ここ。うん、川のとこ、うん。冬はちょっと雪、あれやで。こっちちょっと映す、うん、カメラもらう、もう電気だいぶ軽くこんな感じみたいな。どんなところで車中泊してるかと言いますと、泥川温泉の町並みの川のほとりでやってます。隣にはトイレもあります。今
2時間ほど LINE 電話でオフ会しててな。 LINE 電話のオフ会っていうのもええね。結構遅なってしまったな。12時やな。寝やな、うん、汚い顔してあくびするわ。ここの泥が寒いな。寒い寒い寒いわ。窓両方開けたら寒いからまた閉めて、うん、開けたら開けたら寒い。ちょっと閉めたら閉めるとやっぱりちょっとな、あの気持ちいいっていうのはなくなるんだよな。これでも一人やったらそうでもないと思うんだよ。二人でおるからちょっと暑くなるんやろうけど、うん、寝ようか、うん、今日はまあ、よかったな。赤ちゃんも生まれて小鉄くんも元気に泣いてるようやし、長男は長男で嫁ちゃんに感謝しいの、うん、な嫁ちゃんは。私らは嫁ちゃんに感謝しいの、うん、嫁ちゃんは子供が可愛すぎる言うて LINE 送ってきいの、うん、きいのな。バカボンも親になってんね。あのバカボンが、うん、本当にジーコになってんで、ね、ジーコな。あどうする、ジーコそんなチョコレート食べてて、ま、孫より食べてる甘党好きになったら孫怒られへんやん。チョコレートばっかり食べてって、ジーコも食べてるって言われんで、言われるな。バーコ酔っ払ってるって言われる。自分たちのこれからも正していかなあかんね、うん、お父ちゃん、うん、正していかんやろうけど。それでは今日のまったりタイムはほぼこんな短い感じでしたが、うん、また明日。何やってんのあんた。ちょっとあの背筋伸ばしてる、うん、また明日もよろしくお願いします。お願いします。それではおやすみなさい。おはようございます。今日も一日元気に参りましょう。朝7時半のドローガー温泉街です。今から山口の豆腐を買いに行きます。さっきさ、あの飛べてた横のおトイレ、うん、あの村の役場の人がお掃除に来てはった。龍泉寺さんの前にはこんな綺麗なトイレがあります。山水も出てて、先ほど清掃終わられました。日曜日なのに清掃されてます。こちら多目的トイレですね。でこちらが女子のトイレ。古いながらですが綺麗に清掃されてます。毎日だねな、うん、今日なんか日曜日やもんな。で朝涼しいところですねって言ったらさ、やっぱお盆開けてから涼しくなったって、それまでは暑かったですよとは言ってはったけど、それは昼の話やろ。私らの思う暑さとはちゃうわな。だって言います、暑かったで今日寒かったんだな。そう、朝寒かった。火が当たってる部分は暑いけど、うん、寒いな。寒いな、まだ涼しい感じやな。みんな朝ごはんやないやろな今から、うん、私たちは今から山口の豆腐、豆腐を買いに行く、はい、それは朝ごはんにしようか、うん、やっぱり泥が飽きたら山口の豆腐買うなね。そうやな、うん、豆腐美味しそうでした、食べたいですって言ってもらえるように、うん、そうだよな。今日はもう違うお店になんねんね。全部外してはるわ。なるほど。あ、それも見せようか。昨日私たちが米粉のシフォンケーキ食べたところはシェアオフィスで、昨日こちらの方に今日はどういうお店が出るって書いてたやつももう外してはる。のお豆腐屋さんに、山口屋さんが到着しました。すいません、もうお豆腐買えますか？8時からです。あ、8時から、はい、ちょっと高さが、はい、大丈夫です。じゃあ食べてください、はい、お持ち帰りの時は裏ボックスに入れてください、はい、はい。じゃあそうやって持ってたら大丈夫？水大丈夫、大丈夫。面白ステッカーよし。気づいてなかった、向こうだけちゃう、こっちにもあったんや。ああこの何バスのステッカー、うちの近所を走る、うん、奈良交通か、奈良交通これやなこれやで、ね、返却してるから、うん、これ持っていったらいいな、うん、持っていくよ、はい、オッケー。
坂本龍馬の隣行くの？そう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 。龍馬に。はい、オッケー。これなんちゅう曲やったっけ？野中のバラじゃん。野中のバラ？野中。そうやった？ようおこし。何がようおこしな？ようおこし。それ何モノマネしようと思って滑ってんのどっち？いやそれちょっと言うてるだけやん。はい。はい、しゃあ。あバチだな。あ美味しい。日本全国でいてないんやろなこんな。クーピーさんいてたわ。やってた。クーピーさんいてた。でもクーピーさんはな、極力車に匂いがつかないようにはしてた。うん、こんななアホみたいなな。サンマの開きを焼くようなもので焼いてる人はおらんかもしれん。これ山口屋さんの豆腐を、水が漏れる。車の中が水浸しになってしまう。これって違う意味の贅沢やな。これ下世話の話だけど何倍だ？380円。これ大きいもん。出来たての豆腐やで、開店前に時間あれ7時頃から開いてんのかな思ったけど8時からやってんな。よいしょ、うわ柔らかい。あららららら、よいしょ。有名やからな、泥川に来て。みんなこれから旅館から帰る人はどん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 豆腐を買って帰りはるからな。あ、そうね。それぐらいここのお豆腐は有名。うん、泥川に来たら絶対豆腐買って帰るやろと思ったから、ネギは切ってきて。うん、生姜とかいらんの？生姜あるね。うん、もうそんなあの吸ってとかできへんからチューブね。あそこも食べれるみたいやけどな、お店でも。うん、出てる出てる出てる。なんかその新規臭い。好きやな、その新規臭い塩。残念。かけすぎやって。これもそう思う。炊飯器置いて。ご飯炊き上がったね。うん、クーピーさんがフリーズドライの味噌汁してあったから、これお湯、お湯ちょっと入れて、これ刺して、お水や、お水入れて。もうちょっと。本日フリーズドライのなめことわかめ。この落ち豚っているんかな？多分いらんな。いらんのかな？これない。あのだらこれはあってもいいね。ちょっと混ぜて全体的に。うん、今日はどう？びちょびちょ？そうでもない？あ、びちょびちょでもないか。まあまあいけるんじゃ。こういう風に入ってんのか、形が壊れないように。うん、そら1個70円ぐらいしたな。そしたら食べましょうか、お父ちゃん。はい、いただきます。いただきます。辛すぎる。岩塩がめっちゃ塩効いてる。うん、おいしい。おいしい。うん、豆腐おいしいわ。うん、うまいよ。うまい。おいしいな。うん、あ、おいしい。このクーピーさんの紹介のやつ紹介ちゃおうって。ちゃうの？クーピーさんこういうフリーズドライしてるっていうだけや。あ、すごいおいしい。だから今日はちょっとお値段張るけど、うん、こういうのしようか言っただけや。あ、そうね。うん、お湯の量もこんなもんかも。6割やな。おいしい。おいしい朝食や。まあこれで卵焼きでもあればいいねけどな。うん、今度は。あ、ご飯おいしい。うん、あかんやん、美味しかったら。炊飯器がやっぱりええっていうことや。うまいこと言ったな、今日ツヤツヤしてるわ。あかんやん。男のメンツが立たんで。今回でも炊飯器いつも失敗するのに、うん、今回大成功やったな。うん、水加減ちゃんとしたから。家と一緒やな。水加減は難しいわ。あともうちょっとご飯欲しいな。こういう時に限ってご飯の量が少ない。いちごしか炊いてないから、うん、鮭もこれで焼いたらうまいこと焼けるな。うん、税込み100円だこれ。あ、そうな。うん、昔はすごい値段してんやろなこれ。売れ残り品か。うん、20年前ぐらいのって言うてたじゃん。うん、隅々のなんか工夫が全然違うんです。今のはもう簡易的なっていっぱい作れるようになってるからって言うてはった。ご飯なくなっちゃった。金ちゃんに怒られるわ。なんでてつこちゃんを大盛りにせえへんねん言うて。 OS ガンさんご飯炊きに行きますって言ってくれるかもよ。ご飯失敗の時っておかず進まへんからさ、すぐお腹大きくなるやん。だな。ご飯成功の時って
こんなもんやねんな。ご飯の量が少なかったり。うん、あ、また、ホラガイの音。今日なんかの日やな、これ。絶対この土日。前来た時、こんなホラガイの音なんか聞かへんかったもん。うん、みんななんかそういうのがあんねやろね、そういう日が。みんななんか高級車に乗ってきて。めっちゃ高級車。みんな高級車。ベンツやった。まあ、ベンツとか BM とか、フェルチオとか乗ってきて。お前らご飯足らんな。うん、ご飯足らん。ご飯足りませんよ、お前。OS1 さん。来れるかな無理か遠いもんな。おやすまさん、徹子ちゃんにご飯を、うん、炊いてくれるって言ってたけど、なかなかその機会がなくて今日は言うてきてないからもう、そうやな、こっちには向かってあれへんわ。ほんまやな。おやすまさんのフットワークの軽さもすごいな、うん、何よ、あんまりうまくないかな、あんまりうまくないな。誰があんなもんなんかな、ホラガイって誰が吹いても、うん、ハホハホ、そんなことないな。江戸時代の時はもっとええ音やもんな。ホラガイに音階あるんかな、分からん。でも音はすごいで。泥川温泉さん、ありがとうございました。朝は寒いぐらいやったな、めちゃめちゃ寒かった。で帰り泥川温泉入って帰りたかってんけど、もうあまりの人の多さにちょっともう券売機の前が 2,30 人並んでたし、それより先にもう入ってはる人もいてるしな。これはもう中が混雑で去年の二の前になるかなと思って、今回はちょっと温泉は諦めました。では帰り道にどっか一箇所温泉入って帰るか、一応あの、ね、名前に車中泊で温泉巡りって、温泉巡りって言うから、うん、次行くとこもし空いてたらね、うん、それの方が見てる人の情報なのじゃん。あ、それも言えるか、まあ、案内パーマ、そうか、案内パー厳しい、そうやね、10分で11時まで待たなかんやろ。これこんなにいっぱいやったらもう私ら10時頃ここ去ってもよかって、お風呂に入るためにちょっと11時まで待ってんけど、ダメですね。天の川温泉も駐車場満車やって、もう諦めてんな。次水葉の湯、さて水葉の湯はどうでしょうか。それらしき登りが見えてきた。さあ駐車場止めれるか、それにかかってんねん。もう駐車場があかんかったらもう諦めるけど。到着です。そういやバーベキューのところあったね。水葉の湯さん、お世話になります。暑い、暑い。水葉の湯さん、お世話になりました。水葉の湯はめちゃ空いてたな。貸し切りやったな。でもちょっと走ったらもう水葉の湯やから、うん、あんな混んでるとこ行くんやったら、そうやな、ここおすすめやわ。うん、水葉の湯な、景色もなんか車中泊できるって書いてあったな。あれの、ちょっとちゃんと聞き忘れたね。車中泊する方は9時までに駐車場から出てくださいって書いてたから、トイレもちゃんとあったし、うん、上に公衆トイレっていうのあったしね。ありがたい、ありがたい、うん、で水葉の湯は薬湯やからね、温泉ではないねんけど、だからやっぱりあのキャンプ場からちょっとここは離れてるから、あんまりキャンプ帰りの人が少ないかな。でここ面白いね、露天風呂にな。自信のある方はすだれをあげてください。あげて自然を見ていただいてもいいですよって。自信のない方はすだれは下ろしてくださいって書いてた。ちょっと私笑わせてもらったわ、一人で。多分あの車の量っていうのはバーベキューしてはる人やな。そうやな、バーベキュー会場はこちらってなんか書いてて、テントじゃなくてあのタープみたいなしてる人多かったもんね。あの天川村と、まあ、泥川温泉とやけど、自然豊かでいいし、割と頑張ってるやんって、こんな秘境の中でっていう感じしたよ な、 な、夏はおすすめやな、うん、泥川 な涼しかったわ。また来年の夏来ましょうか。それではお父ちゃん、自宅に着くまで安全運転でよろしくお願いします。はーい。